今この、あ、入りました、はい、なんか押したつもりがずれちゃったかな。今、配信の方はずっとされておりますので、はいはい、すみません、ちょっとですね、今こちらで、録画の方が切れちゃっていたかもしれません、はい、よくあるんですけどこういうことがよくあって申し訳ありません。全然全然1時間ありますので、まだまだ時間ありますので、はい、ゆっくりよろしくお願いします。それではちょっともしかしたら切れてたかもしれないので、ここでもう1回ですね、こんばんは、こんばんは上野貴子のハイク TV、ちょっとですね配信の方ずれてたかもしれません。始めたいと思います。よろしくお願いします。ですね、すみません、それではですね、はい、話の途中だったんですが、はい、佐々木、道夫さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういう、まあ、素敵な六本木で事務所を、されておりまして、なかなかそういうタイミングにね、うん、人間、巡り合えないということで、もう願いを強く思ってらっしゃると、あとお金支払いさえよけてもそういうなんか現実的なちょっとこう痛い話はまあ置いといて、そうですよね、それは大切なことですからね、それ失敗しないように、うん、まあそれはもうそうです、仕事が成功してらっしゃるからね、どうでしょう、それでまあできるんですよね、失敗だけはしないように、大きな失敗のないようにやってきてますかね。あ、なるほど、はい、一つ一つ地道に、一つ一つ地道ですよ、ね、そんなに皆さんが思うような華やかしいようなものではなくって、意外と地味に地味に、そうですか、はい、いやでも素敵だからな、いやなんかそんな風には思えないですよね。いやなんとなく、いやいや、ヘアメイクっていう仕事自体がですね、うん、非常に地味な仕事なんですよ。でも女性にとってはすごく憧れですよね、意外と憧れでね入ってくる方多いんですけど、うん、あくまでも演者さんがいて、うん、ヘアメイクっていうのはそれを補佐する側の立場なので、裏方なんですね、マスコミなんかの場合には、いろんな面でそうじゃないといけないと思います。例えば結婚式の式場でも、やはり裏方であって、うん、花嫁さんがメインじゃないといけないと思うんですね、ですから裏方に徹することのできるような人間じゃないと難しいと思うんですよ、なるほど、なので意外と地味です。ああそうか、じゃあ華やかなものをこう作り出す影にはちょっとこう地道にっていう、もうその場ではね地味でいなければいけないと思ってます。地味に徹することもできる人間がやはり最後まで残るって感じでしょうか。なるほど、はい、そうか、じゃあやっぱりあれですね、こう影の努力っていうのは大切だということですよね、はい、うん、そうですよね、いやこのですね、こういったユーストリームの、ネットテレビなんかこうやってますと、うんうん、すごくやっぱりその時その時で今みたいなハプニングが多いんですよね。もうすごくハプニングが多くて、ね、今もしかして入ってなんか入ってさっきのぶつけ本番でもうちゃんと今入っております、はい、ああ今は入ってますし、ね、はい、わかりました、で配信もされちゃってますので、なるほど、はい、あで、さっきから配信されずっと配信はされております。なるほど、はい、わかりました、もう8時ちょっと 2,3 分前の時点で、うん、もうずっと配信はされております。わかりました、ライブ放送なので、はい、もうずっと配信はされてるんですけど、はい、この記録っていうのがちょっと難しいんですよね、この記録が難しくって、でこういうあれですね、細かい作業も、うん、きちんとこうものにできるように、ちゃんとねきっちりできるように少しずつ少しずつ、慣れていかないと、やっぱり見てくださる方も、見ててハラハラドキドキだけではねやっぱりつまらないですから、ね、でもこのハプニングって面白いかもしれない。こういうなんかぶっつけ本番的なのがネットテレビでは面白いんですけど、のご勘弁願いたいみたいなところで申し訳ありません。恥ずかしい話で、それでですね、そうそう、佐々木さんのプロフィールまずですね送っていただいて、はい、私もこの写真を見まして、はい、もうすごいなと思っちゃって、はい、こう見えますでしょうか、こう皆さんに見ていただきたいと思います。こういう感じで、プロフィール写真です。もうなんかあれですよね、お若いですよね、年より少しだけ若く見れるかもしれない。いや全然若いかなって思いますよ、もうすごい若いですよ。いや私もですね、
この髪型っていうのがヘアメイクさんっていらっしゃるじゃないですか、うん、はい、もう髪型っていうのが私も本当苦手で、もう全然ひっつめるしかできなくて、でもうちょっとふわふわっとこうさせた、女らしくさせた方が若々しいかなってこう思うんですけど、そうですね、なんか自分ではできないんですけど。わかります。髪の毛は本当に微妙ですよね、うん、若くしようとして、うん、もうプッツンでこう切っちゃったりとかすると、うん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 、それちょっと痛いかなって感じになっちゃうケースもありますので。なるほど、うん、ですからその、そうそうそう、切っちゃうと絶対に伸びるまで大変じゃないですか。そうですね、うんうん、それもあるんですよね、うんうんうん、あと前髪がやっぱりどうしても本当に若作りになってしまうケースがあるので、前髪非常に難しいかもしれません、うんうん、はい、ああ前髪ね、うん、どうしても揃えちゃうと10代とかせいぜい20代前半ぐらいの方の雰囲気になっちゃうので、まあ、30代以降の方がやると痛々しくなっちゃう。ちょっと変ですよね。いやいや、痛くなっちゃうかな。そんな感じになるので、それはちょっとダメですね。うーん、ですか、髪型って本当に難しいところですね。難しい、本当に上げることもできれば下がることもあるので、気をつけなくちゃいけないポイントかもしれません。はい、難しいですよね。髪が、うん、どうしてもこう短く切ってしまうと、うん、次に伸びるまでの長い年月がなんか悔やまれてしまって、確かにね、まとめ髪ができるぐらいの長さでキープしておくのがいいかもしれません。それは結構いいですよね、はい、女性らしいですよね。ああそうか、やっぱ前髪難しいんですよ。今度機会があったら、はい、なんかこのなんていうんですか、ウェーブ、はいはいはい、なんかそういうなんかそういったヘアメイクさんっていうと、うん、もうこういうテレビ業界だとか、はい、いろんなアドバイサーもされているし、まあイベントだとか、はい、結婚式だとか、はい、そういった場所で普通のこうヘアのヘアサロンみたいな、美容サロンみたいな、そういったことはされないんですか。うちは今だいたいやってる仕事がほとんどがテレビ関係ばっかりで、うんうん、98% テレビなんですね、今現在は。お、98% ってほとんどですね。はい、ですからもうほとんどですね、うん、ほとんどがテレビの媒体にヘアメイクさんとスタイリストさんと着付けさんを派遣するっていうお仕事なんですよ。ただ、着付けもやってます。私も、着付けやりますし、また着物好きなんですよ。ああ、なんかおにゃになりますよね。いやいや、もうなんかシャキッとなんか背筋が伸びるっていう感じで、着物はいいですよ。うん、好きなんですね。まあ、日本人のね、はい、ですよね、心ですよね。そうですね、一度着てみるとね、ハマると思います。ああ、なるほど、はい、いや私俳句やってるじゃないですか、うん、で着物を着られるとやっぱりご年配はいはい、方がもう皆さんも喜ばれるんですよね、うん、あ、着物着れるってすごいわねって、もう今着れる方がいないっていう、うん、そうですね、うん、本当に着物を着るとなると一大事業に一大イベントになっちゃって、うん、そう美容院予約して、着付けさん予約して、そう、ね、着物も買わなくちゃいけないし、うん、出して下もて、なんていうんですかね、下にから何かね、はい、そうなんです。またね、着物は脱ぐのも大変で、うん、畳んでしまうのも大変ですから。そうですね、畳み方もありますからね。そうですね、うん、あ、そうか、お着物をね、うん、もうきちんと着られてらっしゃるので、着崩れ、私なんかやっとお太鼓、はい、やっと帯をなんとか一人でお正月ぐらいこう俳句をやっているので、自分で着れれば大丈夫ですよ。いや、これがね、なんとか自分で着れるようになりなさいって皆さんやっぱりおっしゃるんですよね。でそれでなんとかこうお太鼓だけでも結べるようにっていうことで、うんうん、どうにかこうにかこういつもアンチョコを見ながらやってるんですけど、崩れちゃうんですよね、ちょっとね。あ、うん、ずれてきちゃう。ずれちゃうっていうか、なんていうんですか、太鼓のピシッとこう上がまっすぐに揃えてこのやるのが難しいんですよ。お太鼓のね、大きさもありますよ。帯板、はい、ね、はい、帯板に、はい、お太鼓の中に入れるのは、なんて言うんでしたっけ、こういう丸枕、はい、帯枕ね、帯枕の大きさって、はいはい、結構違いがあるんですよ。こういう丸いのもあれば、うんうん、ちょっと長めのやつがあるので、はい、少し長めのやつを使うと、もしかしたらピシッといくかもしれません。上のラインがピシッと、はい、
あ、そういう違いもあるかもしれないですね。はい、そうすると自分で着付ける際にも、あの、よいしょってやつで、ね、そうそう、手が届きやすいです。あ、そうなんですね、はい、それ選べないですよね、今、あんまり今こう和服どこ行って買えばいいのかなって思っちゃうぐらい。一番手っ取り早いのはデパートでしょうけど、まあ、デパートでしょうけどね、そうなんですよ ね、 そうですよね、はい、だからいちいちちょっと小物がない時なんかにちょっとその辺で買えないかしらと思ってもなかなかなかったりとか、うん、そうかもしれませんね、着物をでも、でもそうですね、そうすると着付けの需要は結構やっぱりあります。最近はでも特番とかも、あのテレビの特番とかも少なくなりました。ああ、そうかそうかそうか、予算削られてるので。ああ、そうかそうかそうか。あまり、まあ、需要はないですね。あ、そうなんですね、ああ、そうか、はい、あ、じゃあ特殊な、あの時代劇みたいなお着物をこう着せるとか、そういうことじゃないんですね。あ、そういうことができる人もいますけど、うんうん、あれはなかなか難しいですね。それはちょっと難しいですよね。あの着付けさんも60代の方で、うん、もうだいぶ何十年ってやってる方はできますけど、その時代交渉いろいろなものがありますので、うんうん、その時代時代によって持ち物と、うんうん、あの着付け方ってやっぱり違うようなので、うん、あ、そうですよね、はい、帯とかも随分違いますよ ね、 違いますよね。ですからそれできる方ってやはりまれですね。私なんかまだまだそういうのはできないので。あ、なるほど、はい、あ、そうか、普通の着付けとは違うの で、 そうです、ね、また違う特殊技術なんですね、はい、あ、そういうベテランがいますね。なるほど、そうなんですね。はあ、はあ、それではですね、はい、そろそろですね、はい、ちょっとあの俳句 TV ということで、俳句の、はい、俳句の質問を、はい、させていただきたいと思います。はい、ですね、それでは俳句の質問、ここでですね3つ質問あります、はい、まず、第1問目、はいはい、春夏秋冬、季節ありますよね、はい、春夏、はい、秋冬なんですけれども、はいはい、この春夏秋冬の中で、はい、佐々木さんは、はい、どの季節が一番お好きでしょうか。あ、難しいな。それぞれいいからな。はい、はい、春、夏、秋、冬ということになるんですが、はい、でも今自分の年代とか考えたら秋かな。あ、秋、意外と秋好きですよ。はい、そろそろもうあの寒くなるかなっていう、あの微妙な時期って結構好きです。はあ、秋の方ってね結構少ないんです。やっぱり夏が好きな方多いんですよ。割と情熱的で、はい、夏を好きな方って多いんですけれども、はいはい、はあ、秋、秋ですね。うん、意外と好きですね。女性らしいですね。いや、いや本当になんかロマンチックですよね。はい、あ、ちょっとね、そうですか。大体夏の方多いんですよね。はい、で次、はい、2問目いきたいと思います。はい、2問目はですね、はい、雪月花よく言いますよね。はいはいはい、雪、月、うん、花なんですけど、はい、もう一つ緑というのが加わりまして、はい、まあ、緑っていうのは夏に燃え盛るということで、はいはい、この雪、月、花、うん、それから緑の中では花、花が好き。おお、これはもう花ということですね。はい、ああ、やっぱりヘアメイクで美しいあれですからね、方ですので、もう花のような方ですのでやっぱり花ですよね。褒められちゃった。花ですよね。ありがとうございます。いや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 、そっか、はい、はい、ありがとうございます。そうすると佐々木さんは秋と花、花はね多いんです、うん、やはり、うん、花を好きな方っていうのは多くて、うん、花、いろいろ月とか、うん、やっぱり、そうですね、花の方は多いんですよ、うんうん、で夏の方、春の方、うん、やっぱり多くて、うん、でも春も好きですよ、うん、春もね人気あるんですけど、うん、そうか、やっぱり春多いんですね、うん、春が多いんですけど、秋、ありがとうございます。なるほど、そうなんです、ね、あまりいないですか、秋って。いや、ね、パラッと見まして、今ですね、はい、うち の、 あのこの俳句 TV は、はい、まだゲストをお招きしてから、はい、11回目なんです。あ、ありがとうございます。まだ11回目なんです。もうお越しいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もうまだね11回目でして、で全体としては、はい、64回になります。はい、頑張ってますね。64回になります。なんとか1年ちょっと経ちましたので、
まあ、100回を目指してるんですが、すごい、もう一人でも多くの方に見ていただけるように頑張りますので、よろしくお願いします。そしてですね、はい、3問目です、はい、3問目はですね、今月のテーマというのを決めてるんですけど、はい、毎月、今月のテーマはですね、お花見なんです、はい、ちょうど今お花見の季節で、はいはい、で、佐々木さんはお花見と聞いて何を思い出されますか、はい、お花見と聞いて何を思い出すか、うん、まあ連想されるかとか、お花見は、うん、飲み会とか飲み会飲み会飲み会ですね、うん、飲み会だったりデートだったり、あ、デートだったり、はい、飲み会とかデートとか、はい、まあ、宴会ってことですかね。そうですね、はい、はい、うん、ブルーシート敷いて、ブルーシート敷いて、はい、夜桜ですかね。あ、夜桜いいですね、うん、夜桜はデートがいいですね、やっぱりデートですね、うん、そっか、宴会やデートや飲み会、なるほど。それではですね、はい、この番組に、出ていただいたゲストの方に、この、今思い浮かべた、うん、いろんな飲み会だとかデートだとか宴会だとかこういったことを使って、はい、一句、作っていただくことになっております。なるほどなるほど、はい、そうきましたね、はいはい、それで一句お願いしたいんですが、この中をこれですね、はい、まあ今みたいにお花見というのが季語になるもんですから、花が入ればいいってことですね。そうですね、なるほど、はい、で花とか桜とか入れていただいて、はいはい、デートを思い浮かべたところで、うんうん、なんとかなんとかのデートのなんとかで、うん、花は咲くとか、うん、花は散るとか、うん、なんとかとかっていうふうにこう一句作っていただきたいということなんですが、この辺で、シンキングタイムということで、はい、この一句をですね、佐々木さんにいろいろひねっていただきたいと思います。はい、そうですね。じゃあ、まあ、テーマは秋で、うん、花でお花見だったり、まあ、花だったりってことですよね。うん、いや、テーマはですね、うん、秋ではなくて、はい、お花見の方なんですね。わかりました、はいはい。そしたらね、うん、そうですね、この、うん、俳句 TV ご覧いただいてる方っていうのは、おそらく年齢的には比較的上の年代層だと思うんですね。そうですね、ぶち上がってるとね。そうですね、俳句を好きな方がいろいろ検索してこう見てくださるとは、10代とか20代全般の方っていうのは比較的少ないと思うんですよ。うんうんうん、10代の方ってなると少ないですね。どちらかというと少ないですよね。うんうん、ですからね、やっぱりね、そういう年代の方がこれからね、さらに、発展できるようにというか、これからね、うん、これからいくらでも花が咲けるんだよと、そういった意味でちょっとひねってみます。なるほど、はい、桜が今咲くということではなく、これからです、もうこれからです、これからです、うんうん、本当にこれから人生、これからと、はい、これから上桜を使おうと思ったんですけどやめました。ちょっとあれかなと思って、ごめんなさい。だから、ね、できました。ちょっとね、はい、なんかね、はい、できました、できました、はい、はい、ありがとうございます。いいのがした、言ったって、はい、お願いします、はい、でははい、遅咲きの花こそさらに咲き誇る、はい、どうでしょう、大丈夫ですか。いいですね。皆さん大丈夫でしょうか、はい、一句、ちょっとご披露したいと思います、はい、遅咲きの花こそさらに咲き誇る、いや深いですね、はい、そうですか、ありがとうございます、はいはい、いや、これをですね、うん、はい、Facebook でやっております、はい、俳句大会というのをやってるんですが、何かもらえるのかな。これはですね、8月19日に、はい、はい、発表会をやりまして、佳作ぐらいに入れていただけると、うん、そこでですね、はいはい、4名、はい、去年ですと4名選びまして、はい、今年はどうなるかまだわからないんですけど、はい、私は何名ぐらい、それ先に言ってください、もっと引き抜いたのに。いや、もっとですね、まだまだ時間ありますので、そうですか、何句でもどん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 、はい、作ってください、はいはい、まあいいですね、この句は遅咲きの、はい、遅咲きの花こそさらに、花こそさらに咲き誇る、咲き誇る、はい、いや、はい、咲き誇る、はい、はいはい、ありがとうございます、ですから、
ありがとうございます。今までもう全然芽が出なかった人もこれからですよっていう意味ですよね、はい、まだまだこれからですよ、まだまだこれから、特に女性はね、今もう女性強いから、強いですよね、うん、男性割とぽっくりいっちゃう人も多いし弱い人多いじゃないですか意外とね。でもね、女性はね、意外とね、60代ぐらいの人って今本当に強いんですよ。女性は強いし、うん、綺麗ですよね、皆さんね、昔より若いですよね。そうなんです、全然私分からなくて、うん、まあ、自分はこのままじゃいかんぞと思ってるんですよ、うん、思いますね。もう本当に先輩方見てると、うん、そう、頑張ろうって思えるような方がね、うんうん、お手本になるような方がすごいたくさんいらっしゃるので、うん、そうですよね、うん、もう本当ね、自分負けてられないと思います。もうどんどんひねってください、うん、もう去年はですね、はい、この俳句大会8月19日なんですけど、はい、この俳句、そうなんです、はい、俳句ということで、はい、去年初めて、はい、認定されたんですね、うん、俳句ということで、俳句記念日が8月19日ということで、はい、初めて認定されまして、はいはい、で、稲川淳二さん、あ、稲川さん、稲川淳二さん、はい、お友達です。怪談話で、はい、もう、はい、とってもいい、なんかもう素敵な、ね、面白い方で、本当に素敵な方ですよ、本当にいい方、なんかナイーブな方で、本当そうなんです。怪談句会というのを催してくださって、で、昨年ですね、はい、選者をしてくださって一句選んでくださったんです。今年はね、どうなるかまたちょっとね、プッシュしてみようかなと思ってるところなんですけど、ぜひぜひ、はい、今度はしゃべってきます。よろしくお願いします。今年はですね、8月19日その日になんとかやりたいと、はい、やっぱりその日にやると、ね、価値がまた上がるじゃないですか、やっぱりね、意味が、これはね、8月19日じゃないですか、うん、そうなんですよ、はい、8月19日その日にやろうって私は思っているので、はい、ぜひですね、佐々木さんもまた、はい、お越しください。頑張ります。今度はもうちょっと上手な句を。いや、ぜひその日はですね、もうトークしていただいて、今日の句もその日の句の中に含まれますので。本当ですか。はい、その日はもう皆さんで立食して、はい、会食して、はい、交流していただくような形になっているので。はい、うん、いや、五七五意外と大変ですよね、うん、いや深いですよ。深いです。この五七五の中に全部入れなくちゃいけないわけですよね、うん、奥がすごい深いです、うん、まあ深いですけど、深いけれども、うん、ちょっと書いてみようかなって思うと、うん、その句材を探すとやっぱり日本独特のものなので、うん、どこにでもあると、うんうん、今書こうかなと思ったら桜が咲いてるし、はい、で、たくさんスミレが咲いてたり、タンポポが咲いてたり、うん、つくしが出てたり、うん、もうそのちょっとした自然の、うん、変化が句材になりますので、はい、うん、それでもう簡単に作っていただけると嬉しいですよね。もうかっこいい句ができたらね、あ、素敵ですよね。いいんですけどね、ヘアメイクをされていて、はい、ええ、そういう、なんだろう、季節感みたいなもの感じることありますか？季節感ですか、うん、どうだろう、ヘアメイクというよりも、うん、まあ、ヘアメイクは、メイキャップっていうのは、うん、まあ、女性が美しく見えるためにお化粧するわけなんですけれど、うんうんうん、なんかありますかね、そういう季節感みたいな。季節感一番感じるのは、まあ、ヘアメイクというよりも、うん、お着物着る時じゃないかな。あ、着物っていうのはやっぱり本当に時期がありますから、帯に例えば桜が入っていた桜の時期だから4月であったりとか、うん、梅だったら2月だったりとか、うん、そういう風な、3月かな、ごめんなさい、桜がだったら3月とかね、うん、そういう時期があるんですよ、牡丹、うん、だったら5月だったりとか、うん、あ、だからそういう時になんとなくこう季節をすごい考えるようなことはありますけどね。あ、なるほどね、あ、そうか、お着物だったら、うん、その柄もだし、はい、あと、そのなんだろう、着物の素材っていうか、な、素材じゃないか、一重だとか、なんかよくありますよね。はい、夏はやっぱりね、暑いので、どうしてもそうなっちゃいますよね。そうですよね。合わせは、まあ、5月まで、ね、あ、なるほど、はい、そういうあれもありますよね。はい、あ、そうかそうか、今はね、浴衣が流行りじゃないですか、うん、なんでちょっと暑くなってきたら、ちょっと浴衣を着て、はい、で、ちょっと帯を締めて、なんか花火、うん、見に行ったりなんていうのはいいですね、いいですよね、うん、花火と浴衣っていうのは結構あれですよね、合ってるし、合ってますね、合ってるし、着やすいし、普段もちょっといいですよね、いいですね、いいですよね、それはいいですよね、うん、行かれますか、よく多摩川の花火に割とちょっとよく行くんですけど、
混んでますよね、はい、混んでます、すっごい混んでます、もうゾロゾロですね。でまあちょっとブラッと行ったりしますけど、花火大会なんかあると浴衣を着たりはするんですよね、でお花見は着物をわざわざ着ていくと、またちょっとこうどうしてもシート、だいたいブルーシートかなんかで外でやるじゃないですか、なのでわざわざ毛線か何かで野立ての席とかないとね、なかなかね、確かにそのブラッとは難しいですね、無理ですね、難しいです ね、そうしてみると着物ってお茶の方はよく着るかもしれませんね、お茶の方はやっぱり着ますね、やっぱりそうですね、なるほど。いや俳句もですね、結構お着物好きな方やっぱり日本のね、文化のね、代表なので、好きな方結構いらっしゃるので、アジルさんも着られますよね、たまにですけどねでもたまに着るんですけど、その着付けが自分で着るのが大変なもんですから、しょっちゅう着れないんですけど、たまに着るようにね、努力はしてるんですよね、お持ちの方でもやっぱり自分で着れないから全然着ないで、そのままって方結構多いですよね、そうですよね、もったいないですよね、ちょっともったいないですね、なんか着物ってやっぱり大切なものなので、ちゃんとタンスにしまっておかなければいけないっていうような部分もあってね、なんかね、なんかちょっとこう仰々しいものになってしまいますけど、そうか、じゃあそうするとヘアメイクをされている、佐々木さんの句として、春の句として見ると、ヘアメイクはもうでも現場から離れてだいぶ経ちますからね、ああそうかそうか、その事務所で、そうですね、今はもう本当に沖屋のおかみみたいなもんです派遣をされて、そうですね、ずっとそっちの方が長いですね、じゃあ、事務所でもういろんな派遣 の、 その事務手続きみたいなことをずっとされてるんですか、そうですね、仕事を請け負って、ヘアメイクなり着付けさんなりスタリストなりお仕事を派遣してる、そういうのが私の仕事になってます。あ、なるほど、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。10人ぐらいでしょうか、まあ、あとはもう全部、その都度、でもそう考えてみるとなんかこうたくさんいらっしゃいますよね。少数制だと思うんですが、よその事務所から比べたらどうなんでしょうかね。うちレギュラー番組が割と多いので、必ずそれぐらいいないとやはりちょっと間に合わなかったりするんですね。そうなんだ、いやなんかすごくあれですよね、専門職というかもう本当になんかその業界のなんかもう専門ヘアメイクっていう感じがしますよね。そうですね、ただ今後はね、本当に一般向けの方に、シフトしていこうかなということで、4月からは、またそちらの方向で動いていく予定でおります。そうなんですか、一般のヘアメイクの仕事っていうのはどういったお仕事なんですか。本当に結婚式、から始まって、ごくごく普通の何かお呼ばれの席にちょっと何か必要な時に来てほしいとかいうこととか、それとあとは、冠婚葬祭の葬ですね、いわゆるメモリアルのメモリアルフォト、そういったところを今後やっておくつもりでいます。そちらの方も、意外と必要なんですよ。必要なんですかね、いざと亡くなった時にね、突然じゃないですか、なかなかこう気に入った写真がないとか、どれを遺影にしたらいいかって迷う方ってやっぱり多いと思うんですね。うちなんかもそうだったんですけどね、そういった時のための、お写真、ご自身のお気に入りの、ね、お写真を1枚ずつ、年に1回ぐらい撮ってもいいんじゃないかと、そういうフォトっていう感じで、記念の、そうですね、なんかよくそういう話って聞きますね、今はだいぶもうそれ当たり前のことになってますけど、そういったところも今後はね、視野に入れて、手広くやってい いけたらいいなと。なるほど、どんどん広げてできればやっていければいいなということで、今ヘアメイクを募集してます。なるほど、カメラマンさんと。そっか、募集されてるんですね。してます、してます。すごいですよね、いや皆さんなんか今狙い目ですよ、なんか募集されているらしいですので本当に真面目に募集してるので、今まではね、たまたま運が良くて
って、うん、あのヘアメイクさんを募集するってことがなかったんですね。大概いつも誰かの知り合いの紹介で、あのヘアメイクやりたいんですけどとか、あのお仕事くださいとかいうケースが多かったので、うんうんうん、自分の方から何かの媒体を利用してってことは一度もなかったんです、うん、でもまあ今回はそろそろ、うん、なるほど、はい、あどこか一般に公募して、はい、公募しようかなと思って。あ相当集まるんじゃないですかね。どうでしょうか、業界のこういう仕事をされている方ってなんか人気じゃないですか。どうでしょう、特攻隊って名前かっこ悪いっていう人も多いですから。いやでもなんかそうなんですよ、このね特攻隊の名前はね、あの私もね今現役でねやってくださってるヘアメイクさんにね、うん、申し訳ないなとたまに思うことがあります。そうですかね。あの実際あの特攻隊の看板を背負って現場に立つのは、うん、あの本当に今リアルタイムにやってるヘアメイクさんじゃないですか。今もこの、うん、この現状でですよ、何人か、はい、あの今スタジオで何か働いてくれてるわけですよ、はい、その人たちがヘアメイク特攻隊っていう名前を抱え、うん、名刺を抱えてお仕事してくださってるわけですから、うんうんうん、まあ、大概その人たちは、ね、皆さんにね、あの特攻隊って、なんでそんな名前にしたのとか、ね、うん、社長ってどんな人とかいろんなこと聞かれてるようです。あのなんでそんななんかちょっとこう古いような、そうですね、はい、そう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 、なんかこうすごくなんかこう欲っぽいっていうか、そうですね、よく言われます、ね、それはね、はい、とかあのそうですか、特定な、ね、あの団体とは全く関係がないんですけど、そういうことではなく、はい、あのいつでも行きますよっていう、こう意気込みが、そういう感じだけで作った名前なんですけど、あの本当におそらくはヘアメイクさんに一番ね、あの負担かけてたのかなとたまに思うところがあるのでなんか桜の季節にはぴったりですよね、まあ、はい、そうですね、でもちっちゃいから素敵だし、まあまあそうですね、でも花もすぐあの1週間の間にパーッと咲いてパーッと散るっていうところが、うん、そういう生き様いいですよね、かっこいいですよね、潔いですよね、うん、美しいしパーッと散るというところがまたいいですよね、いやその名前は印象的だしあってもうすぐ頭に入ってくるじゃないですか。なんで なんかあんまり忘れる人はいないみたいですね。いないですよね、はい、すごいなんか意気込みあるんだなっていうような感じで思うので、はい、そうですね、うん、絶対忘れない名前なので、そうですか、はい、いやいいんじゃないかと思いますけど、うん、世間一般にね知れ渡ってくれると、はい、本当にうちのヘアメイクさんにもね、うん、すごく元気が出るんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、いいですよね、うん、いや特攻隊っていうのは聞くと忘れない名前だと思います、はい、ありがとうございます。本当になんか漫画家なんかにもありそうですけどね、うん、うんうんうん、なんかねそのね、うん、特攻隊シリーズみたいなあるかもしれないみたいな感じですけど、日本的な名前なので、うん、特にヘアメイク事務所ってみんなねフランス語とかつけたがるんですよ。あなんかこうしたがりそうなね名前の会社って意外と多いですよね。まあ、うん、まあそうなのかな、うん、でもやっぱりまあ、こっちの方が今考えてみるとやっぱりそういう名前にしてよかったのかな、ね、うん、印象的だと思います。忘れられないんじゃないですかね、ちょっと聞いたら。そうですね、今更変えるわけにもいかないし、うん、絶対覚えてますよね頑張ります。ですから、メイクさん募集してます。あ、なるほど、はい、いやメイクさんを、募集していらっしゃるようです。まあいいですよね、なんか女性にはもう一番いいね仕事じゃないかなと思うので、美しいし、まあね、地味だということですが、本当に肌から見るとね、うん、派手な商売っていうイメージがありますけど、うんうん、はい、いやいやもう派手なのはもう表に出る方の方でもう裏方ですから、あくまでも裏方に徹する人じゃないと無理だと思いますもう裏方ということで、はい、裏方です、完全な裏方だと思います。完全な裏方ですか。別に人生全て裏方に回れというのではなくって、その仕事の際はやはり裏方でいなければいけない商売だと思ってます。あ、その仕事をしてる時は、はい、こう美しく、はい、美しく見せて、はい、その美しく 見えてくださるようにっていうことなんですね。そうですね。そうですね。でもご自身もモデルさんとかもされていて、はい、やっぱりその自分も美しくありたいっていう気持ちがこう どうやったら美しく見えるかなみたいなところにつながりますよね。そうですね、はい、うん、まあ、裏方とはいえ、やっぱり女性なのでご自分もいつもこう美しくされてらっしゃるし、そうですね、やっぱり、うん、なんかいいなって思いますよね、すごく。
ご自身も美しいし、ありがとうございます。そう、あ、いいなって思います。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい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 、なんか、うんうん、ちょっとね、聞くと、女性はやっぱりこう自分を美しく見せるなんかこうそういうコツなんかを、はい、お持ちだといいなって思うし、うん、でご本人も美しくいつもされてるので、いや素敵だなと思って、でお話を聞いたら、女社長で事務所もね、六本木 あのミッドタウンですか、はいはい、もう超素敵なところでやってらっしゃるし、いやこれはちょっとなんかお会いしてみたいなっていう感じですよね。それでいらしていただいたんですもんね。そうなんですよ、ありがとうございました。本当にありがとうございました。いやいいなとか思って。いやいやいや、そんなことはないですけど、もうみんなもすごいよねって、はい、もう憧れだよねって。いやいやいや、皆さんね、みんな集まった方もみんな言ってましたよ。すごいよねって、なんか気に上っちゃいますね。いや本当に、はい、いやすごいよなっていう感じで、うんうん、で やっぱりあれですよね、マスコミの仕事されてるっていうだけでもちょっとかっこいいじゃないですか。そうですか、まあ、それはやっぱりイメージかもしれませんけどね、うんうん、ちょっとかっこいいし、はい、で事務所も整えてらっしゃるし、はい、でご自分も美しいし、はい、でこの先の夢っていうのをなんかちょっとちらっと先ほどおっしゃってたんですけれども。あります、あります。この先の夢っていうのはどういうあれなんですか？私はね、先の夢はね、なんか別のね、はい、ユーストリーム番組で一度語ったことがあったんですよ。そうなんですね、この先の夢をですか？ありますよ、あります、あります。なんかよくですね、いろいろね、出てらしたんですけれども、ヘアメイクをされていて、もういつもご自分でなんかこう運が向いてくるっていうことで、うん、先ほどの話じゃないですけど、割と運は強い方ですよね、うんうん、あっちから来てくれるからっていうようなことを望めば来ると思い込むことかな。望めば来ると思い込むこと、うんうん、多分それだと思いますね、うん、思い込むことですよね、思い込み、はい、うん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 、絶対叶うと思う、絶対叶うと願って、うん、願えば叶う、うんうん、願わないことにはその先がないわけですから、願わないことには先はないっていうことですよね、うんうんうん、そうですよ、そうですよ、欲しいと思わなければ誰もくれない。ああ、なるほど、うん、そうですよね、もともと誰もくれるわけじゃないですけど、まあ、そうですよね、うん、そう、都合よく降っては来ないですよね、やっぱりいつもいつもこうなりたい、うん、こうでありたいって思ってないと、そうだと思います、常に思いを馳せること、それでレクチャーすることかな、頭の中で、頭の中でレクチャー、自分のやりたいし、うん、ところまでのステップを自分の中でなんとなくイメージトレーニングしていくってことかもしれません。あ、自分の中でですね、うん、次はこうしたい、ああしたい、ああしたい、こうしたい、そういうふうなところを常に考えていると、徐々に近づく感じなのかもしれません。ですからまだまだ先です。まだまだ先なんですか？本当にもう残り人生わずかなのに間に合わないです。いや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 、まだまだですけど、そりゃそういう意味ではまだまだですが、すごいな、でもこれは人生じゃ間に合わないですね、いろいろあるんですね、この先この先、もっともっと、なんかいろいろ仕事としてこう幅を広げられるということもあるし、うん、他にもいろいろあるんでしょうか？そうですね、それは物欲ですか、うん、それとも地位的なものですか？あー、なるほど、どちらもそうなんですけど、うん、まあ、物欲であればまあまあ欲しいものはありますよね、うん、あー、でもそういったものよりもやっぱり充実感みたいなものが今一番欲しいかな、うん、あー、うん、そんな感じだと思います。充実感ですね、はい、うんうんうん、達成感というかね、うんうん、そういったものがあるといいのかもしれませんね、うんうんうん、まだまだです。ああ、はい、そうですか、あ、ここまでやったんだ自分は。いやいやいや、まだ本当に、うん、そうですか、スタートラインやっと立ったかなっていう感じだと思います。あ、そうですか、はい、じゃあそのちょっと先の話っていうのは、はい、うん、どういうあれなんですか？恥ずかしい。その先をちょっとお聞きしたいと思うんですけど、はい、これね、無限実行っていうのは一番ね、楽でいいんですけどね、失敗しても誰も知らないから。あ、そっか、有限しちゃうとね、あ、ちょっと怖いところありますね。そうですね、ただなんかでもちょっとしたその形はあれでも、うん、なんとなくこう、こういった方向にみたいな、あ、ありますね、実業家になりたいかな、まだまだ実業家、まだまだそこまでの域ではないんですが、まあ、死ぬまでには実業家と呼ばれてみたいかなっていうところあります。なるほど、はい、じゃあ事業として、はい、事業として、こう本当女社長でいらっしゃいますからね、
これだけでももういやまだまだ成り立っているんだけれど も, まだですあの本当にしがないヘアメイク事務所のいや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 この先、はい、この事務所をもっと実業家として成功させたい、はい、そうですねいろんな分野に、いろんなところにこう、うん、派遣できるようなうんうんまあ、もちろん派遣事務所としてはやっぱり派遣事務所なんですが、うん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 、いろんなところでいろんな分野に派遣できるような派遣できるような感じのところに持っていけたらいいなと、うんうん、なるほど、はい、派遣事務所としていろいろなところに持っていけたらいいなと、はいはい、まだそれはまあ本当にまだ構想中なのでまだまだお話できるようなあれではないですけど、はい、でもこう幅を広げていければいいなと素敵かなとまだもうでも随分先の話なのでねいやでもそのお仕事として、はい、私もその辺ちょっと聞きたいんですけど、はい、私なんかあの俳句っていう分野をやってますよね素晴らしいですよね俳句自体は第一人者とんでもないんですけど俳句っていうもの自体はもう日本独特のものだし、その世界は素晴らしいじゃないですか、うん、で私もやりたいと思って入ってやっているわけなんですが、はいはい、この俳句というものを、うん、その先ほどの話じゃないんだけど成功させるというか、うん、自分は俳句作家としてここまでのことをやったぞっていう、うん、その充実感達成感、はい、自分はここまでやって自分の夢が叶ったんだっていうその目標というかねその実際のまあその成功感っていうんですか、はいはい、それを勝ち取るというか自分の手にすることがどうしたらできるんだろうっていうのがもう本当悩みの種ですよねもう今でも手にしてませんかもう全然いやいやそんなことないもう全然ダメですよもうまず私はもう佐々木さんみたいにすごい素晴らしい事務所を持ちじゃないですかもういつか会えるんですねなんか無理してますといつか会える事務所あったら素敵だよなって思うんですよ無理をすればとんでもないとんでもないもうちゃんとお仕事にされてるのでいやもう俳句っていうものはそういう形でどうしたらできるんだろうっていつも思うんですけどなかなかできないですよねこれがね、俳句ですか、ね、俳句という、うん、俳句っていうものに対するイメージ、うん、皆さんどんな風に思われてますどうでしょうやはりね、私なんか本当に程遠いところに生きてますので、本当に俳句、私で今日のゲスト私でいいのみたいないやもう本当に ありがとうございます本当そういう状態だったんですよ女性のいろんな方を聞いて、はい、もう勉強になりたいし中学高校の時ちらっと授業でやったかなぐらいの感じなのででもこういう素直な句がですね、はい、やっぱり深みがありますよね、遅咲きの花こそさらに咲き誇るっていう、はい、この遅咲きのっていうところがそうですね遅咲きの花っていうのは今の今まで溜めてきてるわけですよね、うん、今もし咲いていない方がいたとしたらですね、うん、今まで咲いていない方がいたとしたら、うんうんうん、それは今の今まで、うん、例えば50、60、50代、60代までずっとずっと溜め込んできたのかもしれないそのキャリアがね、うん、これから咲くわけですからよっぽど綺麗に咲くんですよと、うんうん、そういう意味を、はい、込めましたあなるほど、はいうんあこの遅咲きのこの溜めてきた長い年月がドーンと咲きますよとそういう意味で大器晩成そういうことです、はい、大器晩成の方がいいと思いますねでもいやでもそう思います、ね、あの若いうちにポッと咲いた後そのまま長いですからねあとの長い人生よねこれはやっぱり花を咲かせないと、うんそうですね、よくないですよね、うん、だから本当に、ね、もうちっちゃな積み重ねをやってきた方こそ、うん、これからですよという意味ですよ ね, そうですね、はい、あこれはなかなか深みのあって、はい、やはりいい奥ですよそうですもう本当にこうなんかこう決まりきった俳句にしようって思っちゃうと桜なのでまだつぼみとか、うんあねはいはいまだ三分咲きとか、はいはい、どうしてもそういう句になってしまうんですね、はい、でこれがもう本当に基礎の基礎でその先になんかこう思うところっていうのを読めると俳句もずっと良くなると思うんですけどいやそれが難しいんですよでこう素直なお気持ちでふっとやっぱり長い年月遅咲きっていいよな、ね、自分への、ね、応援歌でもあるんですよ自分に対してもあのもう佐々木さんでも全然お若いじゃないですかとんでもないですとんでもないですとんでもないですだって地味な人生送ってますからいやだって若い頃はモデルとかもされていやいや地味な人生ですいろいろとお綺麗だしねやっぱりねいやそんな地味な人生送ってます、そんなことないと思いますコツコツと綺麗だと思います、い
やそうか、いやなんかねあっという間にねもうあと時間もう少しなんですが、本当早いね、早いですよね。もう一句ぐらい先ほどの句をちょっとまとめていただくということはないでしょうか。何ができるかな、なんとなく、なんとなくなんとなく、先ほどですね、はい、飲み会だとか、まあ、デートとか宴会とか言いましたね、宴会とか、お花見といえば、飲み会、デート、宴会とおっしゃっておりましたが、その何かをお花見にこうつなげる、お花見につなげる、はい、お花見と宴会というとちょっとつきすぎるので、まあ例えばデートですよね、まあデートとする、そしたら佐々木さんですので、あの何て言うんですか、ミッドナイトですか。そうですね、何度かありますね。私もあの少なからず恋はしましたので、はい、いいですよね、はい、このミッドナイト、みんな、ミッドナイトの、なんかね、ミッドナイトのデートですか、桜の花、そうですね、そうですね、でもね、はい、意外とこれよく聞くんですけど、ミッドタウンか、ミッドタウンなので、ミッドタウン、ミッドタウンの花綺麗ですよね。綺麗ですよね。やっぱり六本木ってすごい素敵に、考えられて作られてらっしゃるので、あの辺はもう綺麗ですよね。綺麗ですね。お花も綺麗で、四季折々自然が綺麗だと思います。あの辺ミッドタウンのあたりのお花ってどうですか？いやー、毎年ね、人が多いですよ。人が多い。そっか、でもデートにはいいですよね、六本木、結構いますよ、デートの方、ね、素敵ですよね、羨ましいなと思いながら、デートスポットにはいいですよね、多いですね、多いですよね、なんかこうミッドタウンのデートということで、なんかちょっとこうミッドタウン、ミッドタウンとデートを かけるんですね、はい、なんかないでしょうか、デートですよね、ミッドタウンとデートつなぐのに、例えば桜、はい、難しい、今、頭が今白くなってます、夜、夜景、夜桜でいきますか、夜桜いいですね、夜桜綺麗だろうな、ミッドタウン裏を、今日は25日なので、そろそろ結構どんどん綺麗になっていくと思います、23日ぐらいから開花宣言が出ているので、満開になるのは1日頃だろうと言われているんですけど、ちょっと早まるかもしれないっていうようなことを言ってましたね、どうですか、出てこないな、夜桜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 も、ああ、ダメだ、出てこない、夜桜を2人で見よう、ああ、夜桜、何度か行きましたね、何度か行きました、夜桜を、じゃあ2人で、そうね、夜桜を並んで、お、いいですね、夜桜を並んで歩く、夜桜と、夜桜、夜桜に並んで歩く、並んで歩く、ミッドタウン、ミッドタウンってのはちょっとあれですね、なんかそうですか、パターンかな、ちょっと素敵だなとは思うけど、できすぎちゃうかな、並木道、並んで歩く並木道だとちょっと重なっちゃいますよね。ね、夜桜に並んで歩く、なんちゃかちゃと。何がいいだろう最後。並んで歩く、何がいいですか。並んで歩く、二人連れ。並んで歩く、二人連れ。二人連れかな、並んで歩く和服美人が並んで歩く、何ですかね、並んで歩く、何がいいだろう、何でしょう、二人連れ女学生、どうかな、何がいいかしら、ちょっと出てこないな、出てこない、
うわ出てこない、難しい難しい、2人連れではまずいですか。575舐めてました。いや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 、575舐めてました。すぐに出るかなと思ったけど出ない。いや結構大人はですね、すぐにひねって、うん、なんかちょっとこう一つね一工夫すればもうすぐ書けるという面白さがあるので、これは結構面白いですよ。先ほどみたいに、うん、遅咲きのってくるところが、うんうん、もう絶対面白いので、夜桜っていうのもいいですよね、うんうんうん、夜桜に並んで歩く、まあ二人連れっていうのがちょっと平凡ですかね、うん、まあでもそんなところかな、そんなところかな、うんうんうん、男女、うん、和服美人とか、並んで歩く和服美人とか、女子会、女同士とか、男と女、男と女、夜桜に並んで歩く男と女、どうでしょうね。夜桜に並んな、そう、並んで歩く、佐々木さんは女性なので、うん、なんとかなんとか女性メイクあのメイクケースみたいな、なんかこう化粧箱、あーなんていうんですか、化粧箱ね、メイクボックス、メイクボックス、なるほど、ね、夜桜に並んで、夜桜に並んで歩くメイクボックスとか、なるほど、そういうふうなこともできるんだ。はい、メイクボックスを持って、はい、歩ってるっていうような感じですよね。あ、なんかそろそろあっという間に時間になりました。ごめんなさい、あっという間に時間になりました。二人連れかな、やっぱりね、最後はね、最後は二人連れですかね、そんな感じでお願いします。ちょっとこう、うまくまとまっちゃいましたけれども、はいはい、ありがとうございます、最後は、夜桜に並んで歩く二人連れということで、はい、じゃあ、そろそろですね、はい、締めたいと思います。ではちょっと最後は、上野貴子の俳句 TV の俳句でお別れしたいと思います、はい、最後の一句いきます、はい、3月25日水曜日晴れ、白蓮の空がどんより降りてくる、白蓮の空がどんより降りてくる、上野貴子の今日の一句でした。素晴らしい、ありがとうございました。今日のゲストはですね、佐々木道夫さん、ヘアメイクと個体の、佐々木道夫さんでした。それでは、ありがとうございました。お別れしたいと思います。では佐々木さん、このマークをお願いしたいと思います。はい、大丈夫です。お願いします。練習しました。はい、よろしくお願いします。はい、いきます。はい、上野貴子の俳句 TV、はい、それではさようなら皆さん。ありがとうございました。来週も見てね。ありがとうございました。